亀山株式会社であるとともに、世界でも、有数のキャンドルメーカーでもある。2021年現在、年間約6000トン、約3500種類のろうそくキャンドルを製造、販売しているほか、古会社製の線香や、生活雑貨、文具、ゼルジム、LED キャンドルなどを直営店キャンドルハウスで、販売している。惜しいくらいは跳ねましょうから品質を最重視しており、 合格点に達していない製品は出荷しない1927年に、元宮大工の谷川表佐部老が、引退後も神に使える仕事がしたいと見県、亀山市にて、ろうそくの製造を行う、谷川ろうそく製造所を創業。1937年に、金石工業から機械を導入するとともに、次男の谷川製紙が入社。1938年、 西洋の美術ろうそくを参考にスパイラルキャンドルを日本で最初に発明し、諸外国に輸出。スウェーデンのキャンドルコンテストで入賞を果たした。しかし、太平洋戦争による輸出停止や1941年に新ガスから失火して工場を全焼するなど苦難を極めた。戦後、1946年に当社を法人組織に改祖し、亀山ろうそく、 株式会社とし、品質にこだわりを持つ谷川聖氏が二代目社長に就任。1953年、占領軍より20万本の競争入札の王女に成功。それを機に全国展開を開始。1963年に日本石油と亀山百番を共同開発。品質向上に努めた。創業五十周年を機に百七十七年に、 亀山ろうそく株式会社に社名変更。翌1978年年、谷川誠氏が死去し、谷川誠氏が三代目社長に就任。1983年には亀山ろうそく株式会社へと社名を変更。キャンドルの普及のため、1985年に東京銀座にキャンドルショップ C&LE を開店。 1993年に関連会社を合併したのを機に社名を現在の亀山株式会社に改め1995年にはキャンドルを中心とした生活雑貨を扱うキャンドルハウス事業部を発足2000年には東京南青山にキャンドルハウス事業本部を開設2001年に大阪へ本社を一転させ創業地亀山に 亀山本社工場を設立。2003年にはパラフィン原料から液化天然ガス原料の振動も灯火を開発。2019年5月には先行業界大手のアナカンドーなど3社を完全子会社化し、製造、販売を譲り受けしている。1959年、欧米の結婚式を参考に、当時の営業課長がキャンドルサービスを考案。 自身の結婚式で実践した。その後、一般に普及させた。2002年には、パーティースタイルウェディングを提案した。1990年代初頭にカジュアルなスタイルの結婚披露宴で登場した。ただし現在のキャンドルリレーとスタイルは異なり、最初の入場時とお色直しの再入場時に、入り口から新郎新婦の席まで列を作り、 リレー形式によって灯す他様々なスタイルがあった。その時点で、キャンドルリレーがまだ定着しなかったのは、キャンドルの投下をリレーをする意味合いが薄く、一方で点火するキャンドルが、スパイラルやテーパーなど流浪を伴うリスクがあった、ことが要因と推測される。亀山は5年の歳月をかけて2002年に、独自のキャンドルリレーを提唱し、 手に持って安全な10日型のリレー専用のキャンドルを開発した。2007年からは自在にカラーリングが可能なリキッドキャンドルを用いたスタイルを発表した。神社仏閣葬儀供養用トウエディング、祝いごとアロマ用に大別される。ビールやお寿司など生前個人が好きだったものをキャンドル化。50万個を売り上げるヒット商品となったほか、2015年には グッドデザイン賞にも選ばれた。また、鉱物専攻も開発した。さらには、異業他社とコラボレーションして、個人の鉱物シリーズを展開。日々親しまれている食品そっくりのパッケージによる、ろうそく、専攻などを企画、販売している。コラボレーションの霊新物事業部、キャンドルハウス事業部ともに、全国7大都市に、支店やショールームを設けている。また、 キャンドルハウスとして東京南青山に直営店を運営。キャンドルのほか、文具、インテリア雑貨を販売している。2007年4月からは東名阪自動車道の亀山パーキングエリア内にある亀山ハイウェイオアシスンにも開設している。1969年よりテレビ CM の放送を開始。以降、基本的に東青本の時期のテレビラジオでの スポット CM を中心に放送。1987年には当時の谷川誠氏社長自ら出演したテレビ CM、お線香、イエローサブマリン編が放送され、話題となった。1990年代には、色とりどりのけさを着たお坊さん5人が CM ソングを歌うテレビ CM が制作、放送された。一例として2016年夏には、 2007年の花下敷瓶長短招集選考短語と編以来約9年ぶりとなる香りのお線香旅立ちのテレビ CM が制作放送された現在提供番組話グッドデザイン賞受賞対象一覧2015鉱物キャンドル亀山市文化の保存に寄付金ろうそくの亀山根樹法賞受賞で伝達式見え伊勢新聞 2018年8月4日付、個人の好きなものをろうそくに、亀山株式会社、鉱物キャンドルが本物そっくり、らく、2020年1月15日付、ありがとうございます。